ティファニー・アナスタシア・ザ・ホースキは、イギリス出身、フランス、ロシアの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ジョナサン・ゲレイロ、アレクシミアルなど。2012年リ・ヨン杯優勝。祖父は、ロシア人、祖母は、アイルランド人である。イギリスのロンドンに生まれた。2歳でスケートを始め、ソロのアイスダンサーとして、国内外の大会で活躍した。2007年に、 フランスのリオンのミュリエル・ザズウィと・ズイとロマン・アグノエルのもとへ移籍した。2008年4月、フランスでもノービスソロダンスチャンピオンに輝き、初めてのパートナーのポール・フィエレとアイスダンスにも挑戦したが、フィエレが怪我により引退を余儀なくされ、解散となった。2009年3月、アレクシミアルとチームを結成した。世界ジュニア選手権に初出場を果たした。SD では、 スイズルでのミスが響き9位に止まるものの、FD では2位となり大きく、順位を上げ4位という成績を残した。2011年の7月、ミアルが右足首を負傷し2ヶ月半表情での練習ができなかった。フランス選手権で復帰を果たし銅メダルを獲得。ヨーロッパ選手権の代表に選出された。予選からの出場だったが、 リフト中に二人が転倒する大きなミスがあり本戦出場には至らなかった。2012から2013シーズン、エリック・ボンパールハイに出場予定だったが、ミアルとのパートナーシップを解消。2013年6月19日にフランス国籍を取得。2014年4月にロシア人のジョナサン・ゲレイロとカップルを結成。コーチをアレクサンドル・ズーリンに変更した。 三シーズンぶりに競技に出場したロシア選手権では5位に入った。2015年10月、フランスからのリリースが認められ、ロシア代表で競技を行うことが可能になった。2015から2016シーズン、国際大会デビューのサンタクロース杯で優勝した。2016年4月、ロシア国籍を取得した。2018年欧州選手権での演技2010、2011、 ISU ジュニアグランプリ、2010年 JGP チェコスケートでのザホースキとミアル AB アイスパートナーサーチティファニーザホースキー、ゼー英語版からの翻訳、大輔高橋、フレンチツイゼルズアーカイブド2011年10月16日、アットザウェイバックマシン、ファイゼー、ゼーゼー、ファイ、ゲスト参加、ゼー、ゼー、ありがとうございます。